応援ありがとうございました。皆さんの応援は常に、僕たちの耳に届いてましたし、その応援のおかげで僕たちの力が残り 1% 増えたかもしれないところは本当にあると思います。ワールドカップ時代、僕自身、最後になるようなワールドカップで、もう33歳、次があるかどうかっていうワールドカップで、本当にこう一日一日練習から1秒1秒大切にしてやっていこうって、今年心からずっと決めてて、でなんとかね、ベスト8いけたので、僕らの力でもありますけど、本当に皆さんでワンチームになって取りに行けたかなと思います。南アフリカ戦、最後の南アフリカ戦で、まあ、結果は出なかったですけど、何かね、終わってからっていうのは本当にこう安心感というか、ほっとしたというか、やっと終わったなっていう感じがして、すごい達成感で、次のワールドカップは僕自身どうなるか分かりませんけど、多少僕の中でこう悔しさっても残ってますんで、次のワールドカップ目指すかどうか分かりませんが、必死になって成長できるようにはしていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。どうやったら走り速くなるんですか？僕と坂手は足速くないので、ちょっと力やろうと思います。了解しました。運動場ありますか？幼稚園にいっぱい走りましょう。元気に外で遊んでほしいなと思います。なんかごめんな。ナイスなアドバイスでした。はい、ありがとうございました。堀江さんの髪の毛がいい匂いって聞いたんですけど、どんな匂いがするんですか？甘さで力が濃い。いや、力がどんな匂いするかって。あ、嘘つくなよ。どっからの情報でしょうね。いい匂いするかもしれないけどな。これほんまちょっと嫌なんですよ、僕。昨日シャンプーしてんからな。男の匂いわかりますか？枕みたいな。お父さんの枕の匂いみたいな。ちゃんと素晴らしい匂いがするらしいです。続いていきましょう。可愛い後輩たち、そして稲葉先生からの花束です。どうぞお渡しください。じゃあ子供の方たちから写真撮影、6人の皆さんでいきましょう。ステージの下からいいでしょう、カメラをお持ちの皆さん、そしてメディアの皆さん、どうぞこちらでベストショットを撮ってください。おります、テレビカメラも入っておりますし、あとこのお写真がね、おそらく T ボーンあたりがつぶやいてくれるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。よろしいですか？もう少し、はい、ありがとうございました。じゃあこのまま会場にお越しの皆さんも一緒に本日の報告会の記念に全員で写真撮影を行いましょう。一旦マネージャーの皆さん下に降りていただいて、そして選手の皆さんも会場をバックにさせていただきたいので、向こうの階段からステージの下に降りていただけますか。そしてメディアの皆さん、どうぞステージ上にお上がりください。お願いします。お願いします。お願いします。